アリチャアリアワ。原宿です。お寿司です。アリチャアリアワ第14回。もう夏ですね。もう夏真っ盛り、夏が来た。盛り。なんかアイス食いました？アイス食ってるよ。俺もう毎日食ってる。え、何食ってんの？チョコモナカジャンボ、オア、パピコ。ああ。ベーシックな冒険しないね。冒険しない。このね2つがもう鉄板中の鉄板だもん。チョコモナカってさ、1回にもうさ1個食べれなくない？いや食べる食べる。あ、食べる食べるよ。俺も半分でもいいやって思っちゃう。ジジイじゃん。ジジイ極まりないじゃん。もうそんなジジイのアイスの話しててもしょうがないんで。立ち上がらないよ。立ち上がらないんでね。あのね、メール、メールを読まないラジオとしてもう有名に、もう誰も送ってきてくれなくなっちゃう、なっちゃうからさ、ちょっとメール読んでこうと思って読みますね。あのザ・ビースト、ありましたね。ザ・ビーストね。自分の中の自分にしかない欲望を、欲望ね、を教えてくださいというコーナーをメールが来ております。来たか。千尋さん、お、なのかな、うん。原宿さん、お寿司さん、はじめまして。はじめまして。はじめまして。毎朝通勤前にアリッチャーリラジオを聞くことで、なんとか仕事を頑張れています。お、アリッチャーリアワーなんですけどね。そこはアリッチャーリラジオと。あ、まあ、そこはいいでしょう。さて、私の欲望を聞いてください。中学生の頃から和菓子をぶっ潰したい欲が尋常ではありません。どういうことですか？あのお抹茶をいただくときなどに出てくるような繊細で可愛くて柔らかそうな和菓子を、あの和あんこでできてるやつか、思いっきりぶっ潰したいです。ちなみに私はあんこやお餅が苦手なので和菓子は食べられません。だからといって憎しみを抱いているわけではなく、単純に潰したときの感触を体感したいというだけです。ほうほうほう。でも食べ物を粗末にはできないし、実践したことはありません、うんうん。ちなみに中学生の時は切られていない一本のたくあんを叩き潰したい欲もすごかったです。そういうことだよ。お二人も、破壊衝動に駆られることはありませんか？破壊ね、破壊したい、壊したい。このでもね、なんか千尋さんの、うんうんうん、繊細なものを壊してしまいたいという気持ちは、うん、それは分かる。よく分かりますよね。なんか壊れやすいものほど、ちょっと光源氏みたいになっちゃいましたけど。壊れやすい。なんだこう、壊れそう、うん、壊れそうなものばかりね。壊れやすいものを、なんか、持った時ほど、分かる。あっ、ってなる時ありますよね。あるあるある。例えば。俺、薄張りグラスってあるじゃない。薄いやつ、ビール飲む時うまいやつ。うまいってやつ、ね。とか、ワイングラス。ワイングラスはなかなか薄いのないから、もうなんか、まあ、すぐパンっていっちゃう、ちょっとの力でパンといくやつを持った時に、うんうん、このまま右手にちょっと力を入れたら、うん、クシャンってなるんだろうなと思うと、もうやりたくなるのを我慢してる。そうなんで、なんかやっぱそのやったらどうなるだろうっていう興味をね、うんうんうん、このままこれ壊せちゃうんじゃないかみたいな、壊せるその可能性が、うんうん、壊したいという気持ちにつながってる。そう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 、壊したらどうなるんだろうって好奇心ね。鉄の重り持っても別に壊せないから、壊したいって気持ちにすらならないじゃないですか。確かに。だからやっぱ壊せる、自分でも壊せるなって思うものを持ってしまうと、うんうん、壊してしまうんじゃないかと。うんうん、なんか破壊願望はあるよね。なんかちっちゃい猿の赤ちゃんとか抱いたら、うん、多分窓から放り投げたくなる。なんでなんで。放り投げたら死ぬかな。あるね、うん、確かにうちの赤ちゃん生まれた時も抱っこしてて、うん、あ、かわいい、かわいいって、もう 120% 以上、うん、もう 1000% 以上かわいいと思ってんだけど、うんうんうん、これこのままベランダから投げたらどうなんだろうなってやっぱ思うもんね。ちょっとそう、なんか考えちゃうんだよね。その次のその可能性みたいなもの、次の可能性、こっちのフローチャートもいけるんだっていう、そこだけ見ちゃうんだよね。わかるわかる。壊すわけじゃない、殺すわけじゃないですよ。お寿司さんが自分の子供を殺すわけじゃないんだけど、絶対ないんだけど。そのね、確かにフローチャートの、そっちの闇のフローチャートはどこに行き着くんだろうっていう、こっちの道あるんだっていうね。まあ、それは、ね、本当に殺しちゃったら大変なことに、そうそう、一生、ね、刑務所暮らしですけど、うん、
そういうこと。千尋さんはでも和菓子なの。和菓子ですね。和菓子を、うん、まあ、同じことなのかな、そういうことなのかな。でもその繊細さがってことを言ってたってことは、やっぱその和菓子って多分壊れやすそうな、ね、うん、線の細さがあるんで、すぐ女の子の力でもすぐ潰せるし、うんうんうん、これをだからやってみたいという気持ちが出てるんですよね。ちょっと可愛くないですか、うん、和菓子潰したいって言われたら、ちょっと俺この人の可愛いなと思っちゃうかもしれないな。ちょっといいですね。なんかいいな、なんかいい、そんなことできないっていう人よりは、うん、こっち寄りかなっていう気持ちはにはなりますよね、うん、でもなんか分かる、その何ですかね、食品ってやっぱ結構そういう気持ちになる時がありますね。ある。僕だったらスーパーの惣菜売り場とかに行って、うん、そこにその揚げたてのパリパリの天ぷらとか並んでると、なるね、うん、なんかやっぱ手で握りつぶしたら怒るのかな。怒るだろうね、それは。ババアが怒るよ。買ったとしてもダメ。買ったらどうぞご自由にだけど、買う前はやっぱダメなのかな。買う前は絶対ダメだろう。やっぱこらフローチャートを見てしまう。なんかむき出しの食品ってそういう気持ちになりやすい気がしますね。あのパン屋さんとかもさ、うん、全部むき出しじゃん。そりゃそう、パンは全部むき出しだね。そこにこれ俺今つばプって入ったらどうなるのかなと思って。買えないよねそれ。バレないのかなとか。なんかそう思っちゃう人いるんじゃない、もしかしてこれ唾かかってるんじゃないとか。なんかそこまで先の先までちょっとね行っちゃうんですよね。なんかそれ考えたらもう生きていけないよ。そうなんです、全部そうですね、全部そうなんですけど。なんかやっぱねそういう衝動に駆られる時ありますね、うん、壊したいものっていう、うん、俺ねコンビニで働いてた時に、うん、駄菓子のを陳列するときにさ、うん、はいはい、うまい棒を、はい、まあ、袋からこうやって棚に入れるんだけど、うん、やっぱどうしても握りつぶしたくなるんだよね、うまい棒ってさ、うまい棒ってみ、うん、グッと握っただけでクシャクシャクシャってなる、うん、そりゃそうですよ、気持ちいいじゃん、うん、で1個はやりたいと思って、うん、だからこう1個ずつやってる中で1個だけプシュッって1回潰してから棚に入れてた。いやもう迷惑すぎる。だからでもまあそれを買っちゃったやつは外れだよっていう気持ちでやってた。それ買うやついないでしょ、もうサラサラになってるさ、うまい棒。アホだからさ、うまい棒買うやつって。大変アホだからさっと買ってさ、もうすぐ袋に入れちゃうからさ。いやもううまい棒ファンもバカにしてるし、労働もバカにしてるし、もう何なの。そんなやつがよく親になれたの。うまい棒ってさ。買うよね、俺も買うんだけどさ、うん、あんまりやっぱ金持ちそうな人あんま買ってない。安いっていうのはあるけど、うん、だからさ、潰してってもどうせさ、うん、粉でうまいと思ってる。思想がやばいよ、差別主義者じゃん、もううまい棒買ってるやつなんか死んでもいいだろうって。そんなことね、ただ味は一緒なんだから多分あんま怒んねんじゃねえかなと。やばいな、ファシストだわ、もう。気をつけてください。優しいファシストだろ、そしたら。いつか大変な犯罪を犯すね、この今この放送が警告としてあいつ捕まった後、この放送が流れて、あ、そういえばと。ワイドショーで流れたら多分みんな。やっぱ差別、うまい棒への差別がひどかったっていうことにね、もう。ありますよ、こんなこと言ってたら。いやいや、うまい棒美味しいから。ヤオキンからスナイパー派遣されてる。やばい。うまい棒ファン多いからね。いや、そんなこといいんで、どうでも。まあ、でもその気持ちはすごい分かりますね。分かる分かる。ちょっとたくあん潰さよ。たくあんはなんかあんまり。たくあんは潰せなくない。壊せそうな気があんまりしないから。というわけで、こうやって自分の中だけに隠れた欲望を解禁してみないかという。一回やってほしいけど。和菓子一回潰しても別にいいんじゃないかって。あ、全然できるから一回そのラインを超えてみたら、うん、どうなるかっていうこともね、多分一回やったらもうやりたくなくなる気がするね。確かに、あ、こんなつまらないんだ、そうどう思う、なんだあんま思ってた感触と違うなって多分思う、うん、人殺しも意外とそうらしいですからね。あ、
そうなんだ。なんだ。なんで知ってんの。だお寿司さんがうまい棒を好きな人殺すときも。殺さねえよ。なんだ。一言も言ってないから殺す。やっぱこんな感じか。マイナスというわけで、そうだね、自分の欲望を紹介するザ・ビーストのコーナーなんですけど、今回をもって終了です。終わりかい。終わりなのこれ。終了します。なぜならメールがあまり来ないから。そうなんだよね。なんかちょっとやっぱね、送りづらいかもなって。うん、なんかやっぱちょっとね、あと本当にやばいやつとか結構来たりするから読めないっていうのもありますんで、ちょっとね、あのここでメールコーナー変えてみようかと。うん、変えてみましょう、ね、僕らもまだ十何回ぐらいなんで、いろいろこういう実験もやらせていただきたいという気持ちで、新メールコーナーに今週からいたします。お、何ですか何ですか。じゃあ新メールコーナー発表します。はい。いる人。いる人どう。いる人。いる人どういうコーナーなの。これはですね、まあここの東西、この地球上、いろんな人がいます。いるね、それはいるよ、それが、いる。説明になってね。こういう、その中にこういう人がいるっていう。あ、こうやついるよねってやつね。そう、それをちょっとね、皆さんから募集して。幅広いな。ビーストからだいぶ間口を広げたね、これ。どういう人が世の中にいるのか教えてくれっていうコーナーね。ーこんな人いるよねっていうようのを教えてくれってことでしょ。そうやりたいんです。ただまあこれ話しててもどういうことってね、ちょっと分かんないと思う、なると思うんで、今日ちょっと例を、例をいくつか作ってきたんで、まあ、僕たちがじゃあいると思ってる人のことをちょっと発表してみようかと思います。例えばこういうことですっていうことですね、はい、じゃあ僕がいると思ってる人、いる人、二次会のビンゴゲームをやるとき、俺こういうの当たったことないんだよなっていう人。いるいるいる。いる。こういうことです。こういうことだ。こういうのをいるやつがいいんだ。たくさん集めていきたい。なるほどね。で、何のためにそれじゃあ言うんだっていうことを考えたいってことです。あ、いるけど確かに、なんでこう、確かにビンゴゲームなんで、なんなんだろうな、あの、何やろ、予防線。当たんなくても笑わないでよっていう。どんだけ恥ずかしがりやろ。ことなのか、あえてちょっと勝負から降りることで、運を寄せようとし、すごいな、そいつ。自分の期待をこう膨らまさないことによって、そっちかもな。当たった時のあっていうのをちょっと高めようとしてるのか。そうだ。それだし、これ言うやつって、あのすっごい楽しみにしてるやつ。そう。俺これ当たったことないんだよなっつって。ちょっとドキドキしちゃってるっていうことも多分周りに伝えたいんでしょう。今日初めて当たったかもしれないっていうのもあるよね。こんなことで本当はドキドキしたくないんだけど、ちょっともう俺こういうのやっぱドキドキしちゃうんだよねっていう、その高まりをみんなに伝えたい。知らねえよと思うけど、いるわそいつ。なんなら俺も言ったことある気がする。そうなんです、いろんなやっぱね、こういうこと言っちゃう瞬間ってのあるんで、ちょっと他にもいる人、いる人ね。俺も考えたけど、あ、じゃあお寿司さんのいる人を聞きましょうか。俺はね、はい、いる人、あんこをやたら褒める人。ああ、いるな。これいない。いや、いるいるいる。そのチョコレートとか、スナックの対局としてのあんこをやたら、なんかあんこ至上主義というか、あんこは正義みたいなやついるんだよ。あんこは正義。そう、あん、あんこさえ食べてれば、全部 OK みたいな。そいつは、その栄養バランスはおかしい。お菓子ね、お菓子。あ、お菓子ね。お菓子の中で、あんこは健康にいいみたいなさ、すごい。まあまあ、なんかまあ。し、日本のなんか文化を私、はいはいはい、私はすごく褒めてるし。日本人に合ってるみたいな。そうそうそう。なるほど。いや、でも、ちょっとやっぱ一周した
感じなのかね。ちょっとそう一瞬お菓子感が。そうそう、うん、なんかちょっとね、あのいい家具とか買ってそうなやつがよく言ってる。あんこを褒めることによってあんこを褒める自分をやっぱり演出してるっていう部分は隠せないでしょうね。あると思うんだよね。なんかいる、別にいいんだけどね、うん、こういうことです。あーいるなってやつだね。これを本当にただいるやつ言っちゃダメでしょ、うん、でいないやつもね混じってくるかもしれない。あ、いないやつ、いるっていうやつももしかしたら混じってくるかもしれませんが、微妙にいるやつやと欲しい、うん、欲しい、ね、もうちょっと読ませてもらおうかな、うん、じゃ僕の考えるやつ、いる人、うん、宝くじ売り場でくじを買うときに声のボリューム調節がおかしい人。いるやたら大声で注文する人がいる。おっさんでしょそれ、ね、そう、まあ、だいたいおっさんなんだけど、なんかそんな大声で言う必要あるかなっていう。だからこれね、僕考えたら、宝くじ売り場ってその遮断されてるんですよ。あのガラスでね、ガラスで、でなんかそのさ面会室みたいな点々みたいなところがあるんだけど、だからなんかちょっと声張らないと聞こえないんじゃないかなって。ガラスをすごくガラスの性能のことすごいすごい疑ってる、してる、疑ってると。あ、自分の声を疑ってる。自分、いや、なんかその多分声を張らないといけない状況なんじゃないかって思いやすいと思うんですよ、売り場、映画館とかもそうですけど。それだね、うん、絶対それじゃん。それかやっぱ宝くじ買ってるやつは、うん、っていうことなのか。あ、それ両方だね。あ、それ両方が合致する、合致した、ちょうど合致したと空間なんだ、ね、ちょっとんっていう人がさらにそういう状況下に追い込まれた時に、うんうん、一回声のボリューム機能が壊れちゃう。壊れてるよ。あいつらって常に壊れてるような気するけどな。もともとちょっと壊れ気味、壊れ気味な馬鹿になってる感じもありますけどね。ただまあなんかいるなって。いるね、そのおばちゃん、その宝くじ売り場のおばちゃんにも聞いてみたいな、それいますかって。どんだけデシベル測ってほしいわ。別にこれはでもあのいてダメだって話じゃないんですよ。うん、そうそう、ただ観測者としているな、いるっていう、なんでいるんだろうっていう、うん、ことで、んでそれがいること自体が悪だっていう話じゃないですからね、うん、もちろん人数とか言う、うん、その何人いる、何人いるか、何人いるかっていう、あ、何人いるか考え始める。なかなかなんかそのレベルの差が生まれるかなと思う。ビンゴゲームはもうだいぶいるよ。1000万人いるよこれ。1000万いるね、いるね。1000万か。あ、でも確かにその人数を考えていくっていうのもちょっと面白いかもしれないですね。10万人狙って考えるみたいな。ああ、ちょっとあの、いいとものそう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 スイッチを押すやつみたいな。なるほど。ちょっとじゃあ最後、お寿司さんの、じゃあもう一人。まだもう一つだと、いる人、今日、メガネ多くないっていう人。いますね。これね、いるでしょ。いますね。気づく人ですよね。そうそう、なんかさ、まあ、言いたくなる気持ちわかるんだよね、うん、みんなメガネだとやっぱちょっと言いたくなんだけど、うん、もうそろそろこれ言うのやめようかなっていう、ちょっと今狭間に来てると思うんだよね、社会が。ただなんか、誰か言うかなっていう感じは常にあるからね、その気づいちゃったら、うん、青いなってそのおもころ的なさ、うん、イベントとか、はい、大概さ、うん、一回は言ってる気がするんだよね。これね、イベントで多分言ってますね。言ってるでしょ。司会とかよく言うでしょ。司会は言うね。ね、これで自己紹介し終わって、うんうん、ね、こんなメガネばっかり言うんだよみたいな。そう。だからもしかしたら、うん、うちら界隈の周りにメガネが多いってだけなのか。状況がやっぱ。そうそう。エグザイルの人は、うん、このセリフ言ったことないのかもしれない。あ、人生で一回もないかも。そうしかしたら。これはでもやっぱメガネ人口の多さにも比例して、そうそうそう、文化圏が関わってきますね、うん、この人が存在する地域には。そう、なるほど、っていうことですね。こういうのを、うんうんうん、皆さんから募集します。いる人、うん、いる人、あ、いるって言いたいよね、うん、この絵をちょっとね送ってもらえたらいいんじゃないかというわけで、うん、新メールコーナーいる人に、はい、ぜひぜひどしどし、もうちょっといっぱい来たらもういっぱい読みましょう、うん、
来なかったら自作自演でね、うん、作って、ね、やりましょうかね、うん、というわけなんですけど、はいはいはい、ここで皆さんに一つお知らせが、うん、何ですか？ございます、はいはい、イベントがなんとおもころラジオメンバーで、ね、うん、初の合同イベントが決定しまして、すごいじゃないですか、はい、これ最初ね最高ラジオだけだったんですけど、うんうんうん、なんかよくわかんないけど、どうせならおもころラジオを全員呼んでなんかしっちゃがめっちゃがにしようみたいな、そうなんだ、そういうことになりまして、8月の12日、8月の12日何曜日？金曜日です。金曜日、金曜日の、6時開場7時開演で、うん、あの渋谷のね、うん、ロフト9という新しいユーロスペースの下なのかな、ユーロスペースって映画館があるんですけど、もう 駅近ですか。じゃあ駅近ではないな、道玄坂のちょっと上ぐらいなんですけど、道玄坂の上あたり、うん、そこの あそこら辺ホテル街、ホテル街、ああの結構連れ込み宿がたくさんあるところ、エッチな、エッチなところ、エッチなところです、クラブのあるところです。あ、そこでですね、うん、夏休みだよおもころラジオ祭っていうの、ほうほう、これまたエッチなイベントをやることになりました。エッチなんですかこれ？もうドエッチです。ドエッチなんだ、うん、もしかしたらスーフリと同じ嘘だろう、ことが起こるかもしれないですけど、そうだろう、ラジオなのにここでイベントをやりますんで、はい、まあね、このイベントラジオページにもちょっと詳細は書こうと思いますけども、はいはいはい、もうこのラジオ勢がね、うん、で集まってなんかやるんだろうという、おまあ、正直何をやるのかよく分かってない、ね、俺も全然分かってないし、まあ、うん、話したことない、あ、話したことない人いる、わ、ミクノシン、あ、うん、大吉とかね、大吉くんは一回話したことあるんだけどね、うんうん、あ、ミクロシン君ぐらいかな、うん、まあでもあんまりそのイベントでね絡むっていうことはまずあんまりない、なかったもんね、うん、いやいやいや、でもなんでもしかしたら殺伐としてるかもしれないな、これね、とんでもないことが起こったりするかもしれないので、うん、まあ、皆さん試合だねこれは、うん、8月12日金曜日の6時には渋谷に来てくださいと、はい、いうことで、まあ、告知をさせていただきました、ぜひお願いします。はい、というわけで、本日はこの辺でということで、はい、ありがとうございました。さようなら。